どう、ばあちゃん。数値は問題ないようだが。お前、ちょっと右手を見せてみな。え？早く。はい。握ったり開いたりして。思った通りだ。右手、動かしにくいんじゃないのかい？そんなことは、今はちょっと慌ててしまってるだけで。いつからだい？一週間くらい前からです。お前、右目もちゃんと見えてないんじゃないのかい？右耳も聞こえにくいんだね。はい。そんな。とにかく一度詳しく見る必要があるね。クリア、出かける支度をしな。今からお前を一緒に治した男のところへ行くよ。あっちの方が専門的な設備が揃ってるからね。はい。ばあちゃん、俺も行く。なら早く支度しな。ああ。私はちょっと電話をしてくるよ。あの、青葉さん、大丈夫ですから。あまり心配しないでください。すぐに治ると思います。バカ。青葉さん。これは、ばあちゃん、クリアは大丈夫なのか？もともとクリアには自己回復機能が備わっている。これは知っているね？ああ。自己回復機能は体についた傷やシステムエラーを随時修復する機能だ。そしてクリアには、というよりこのシリーズには、登録されているマスターや自分と同じシリーズへの攻撃ができないようになっている。けどクリアは自らキーロックを破壊してそのシステムに逆らった。キーロックが破壊されると自己回復機能が停止して、代わりに自動崩壊プログラムが作動するようになっていた。自動崩壊プログラムで損傷したクリアの体を修復したとき、自己回復機能も直しておいたんだ。けど、クリアの体は完璧に修復できたわけじゃない。キーロックを破壊したときに損傷した右耳と右目は完全に直すことができなかった。どうやらそこに自己回復機能の誤作動が起きているようだね。誤作動？クリア君の体を修復する際、表面的もしくは軽度であった損傷部は、同シリーズであるアルファの皮膚や部品を移植することで補えたのですが、右目と右耳に関しては、どちらもほぼ全開に近い状態で粉砕されていました。こちらもアルファの部品を代用することが可能ではあったのですが、そのためには条件がつくということ。また、修復箇所を必要最低限に留めるとの方針から、完全な修復は行いませんでした。結果、自己回復機能が右目と右耳を無理に修復しようとして誤作動を起こしているようです。そんな、修復箇所を必要最低限に留めるってのは、どうして？できるだけ、この子自身の部品を残したかったからだよ。
機械として考えるならアルファの部品で補うことが一番いいんだろうけど、この子の体はあくまでこの子のものだからね。ばあちゃん、クリア君の右目と右耳を完全に修復するには、両目と両耳に関わっている主要な部品すべてと自己回復機能を丸ごとアルファのものと取り替える必要があります。ただし、この方法での修復成功率は高くありません。最も確実性が高いのは、クリア君のコア、人間でいう脳以外の体を丸ごとアルファの体と取り替える方法です。アルファの体と？修復を終えた時点では特に大きな問題はなかったんだよ。通常の稼働で支障が出るレベルではないと判断して、ひとまず経過を見ることになったんだ。でもやっぱり無理があったんだろうね。今すぐというわけではないけど、このまま放っておけばクリアはいずれ動かなくなるだろう。その前に手を打たなければならない。でもそれって、アルファの体とクリアの体を入れ替えなきゃダメなんだよな。そうだね。もしくは成功する可能性が大幅に下がるけど、必要な部品の入れ替えのみにとどめるかだ。そうすればクリアの体をほとんど残すことができる。でも成功する可能性が低いってことは、失敗したら全部無駄になるってことだろう。ああこのまま何もしなけりゃクリアは動かなくなっちまうんだよな。そうだね。それは嫌だ。でもクリア言ってたんだ。ばあちゃんが自分の体を残してくれたってことに大事な意味があるんだって。クリアにとっては元の体のままでいるってことがすげえ大事なことで、俺もそう思う。あの体には俺を助けてくれた時の傷跡が、クリアの勇気を証明する傷がたくさん残されてる。それをアルファの体に取り替えてなかったことにするなんて、そんなの簡単に取り替えろなんて言えねえよ。クリアを助けたい。でも婆ちゃん、どうしよう。俺、クリアに、なんて言えばいい。俺、青葉、お前がクリアを助けたくて苦しい気持ちはわかるよ。けどね、どうするかを決めるのはクリア自身だ。お前じゃない。今のクリアは体もボロボロだし、本人の性格も危なっかしくて、見ているこっちがヒヤヒヤするくらいだ。だから守ってやらなきゃ、直してやらなきゃと思うお前の気持ちはよくわかる。お前、ここのところずっとクリアの修復法について調べていたんだろう。ね、仕事の帰りが遅かったり、夜中まで部屋で何かやっていたりしたのもそのせいだね。昼休みも何かを夢中で調べてるって芳賀さんから聞いたよ。バレちゃってたか。ずっとみんなに頼らずに俺がクリアを直せたらいいのにって思ってたから。
ネットも本もいろいろ調べて、そういうの詳しい人のところに教えてもらいに行ったりとかもしてさ。とにかく俺が今できることをやろうって思って。お前のその気持ちは悪いことじゃない、むしろ素晴らしいことだよ。でもね、その気持ちにばかりとらわれて大事なことを見逃しちゃいけないよ。どういうこと？クリアがお前のもとに戻ってきたという意味をちゃんと考えたことがあるのかと聞いてるんだよ。クリアはお前と生きていくために戻ってきたんだよ。私たちと同じ人間としてね。知らないことを教えてやるのはいいけど、やりすぎてしまうのはダメだ。クリアはこの先自分で選んで決断できるようにならなきゃいけないんだよ。私がクリアに仕事をしろと言ったのもそのためだ。クリアはまだまだ子供のように知らないことの方が多い。それを守ってやるだけじゃダメなんだ。私やお前がいなくてもやっていけるようにならなきゃいけないんだよ。アルファと体を取り替えることをクリアがどう考えるのか、それは聞いてみなきゃわからない。でもクリアのことを決めるのはクリアでなきゃならない。そしてお前はそれがどんな決断であろうと受け入れてやらなきゃならない。たとえクリアが今の体のままで朽ちることを選んだとしてもね。ばあちゃん、さあこの子を目覚めさせるよ。あとは二人でよく話すんだ。うん、ありがとうばあちゃん。